そのような本当の話でございます。本日はあの MC えっ、ー、と土井さんに変わりまして、えー、僕 FM ギナーの山内が務めます。皆様おはようございます。よろしくお願いします。そして、えー、今日も東京から来ていただいております。それでは自己紹介どうぞ。はい、えー、東京から参りました w o o e s t の北条です。今週もよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。北条さん、あのどうですか。最近はまた 日本あちこちこ飛び回ってますかはいおかげさまであの DH プロっていうその業務用ができたもんですからねあこれの体験会がもう行くとこ行くとこでものすごい売れる <laughs> おかげさまでですね <laughs>、まあ、ぜひ知ってみたいっていうんであそうなんですよ。すえー、どうったまたしてさらにですからもともとのドクタースイスボトルもすご,かすごく売れるんですが。 それだけではなくて業務用、まあ、病院とかサロンさんとかいろんなところに入れてもらってるんですが、はい、これをぜひ吸ってみたいまた結構ね体のきつい方もちょっと一発逆転もあるのかもしれないとか言ってですね吸っていただくケースが多いもんですからまあ本当におかげさまで忙しい日々を送っております。普通のこのののこドクター水素ボトルの水素の えっと30倍でしたっけえっとですね一つの差し込み口が30倍で 2, 2, 2口出るので<ー>60台分を一気に吸ってもらうことになるんで <laughs> それが強烈なんですね、えー、ですからまああの時間がないとか、えー、芸能人の方なんかはもう時間がない忙しい中で、はい、ドクタースイーズボトルの凄さは皆さん言ってくださるんですが、えー、これひょっとしたら いつもね3時間とか吸ってる方でもうん、うん、30分で十分なんじゃないっていう話になって実際吸うと30分でいつもの体感が軽く出るすごいなでそんなこともあってまあ本当にあの芸能人の方は自分の自宅用っていうか、うん、車に積んであの。 有名な、まあ、名前ちょっと出せないですけど芸能人の方なんかは、はい、ワゴン車に積みっぱとかねと<ー>いうことでそのあれです芸能人サーカスがそのねそのライブのサーカスがこう動いていく時の車の中にいつも置いてますっていう方が結構今出てますねすごいですね、はい、そうやって広がっていってるこの「ドクター・シトボトル」ですがぜひ皆さんもですね、えー この番組聞いてですね、体験したいよという方は、ぜひ FM ギナーにお問い合わせください。質問とかでも構わないです。えー、僕の方が北条さんにおつなぎしますのでよろしくお願いします。はい、電話番号が098-943-0094でございます。 はい、ぜひよろしくお願いします。最近本当にね、あのお問い合わせが増えてですね。ありがとうございます。はいよかったなあと思います。はい、さあ、えー、それでは今日はですね、えー、実は電話ゲストがいらっしゃいますね。はい。はい、えー、じゃあ早速、まはいましょうか、はいはいえーと。今日はですね、岐阜からつながしていただいております、加藤優子さん。はいはい。おはようございます。 ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、加藤さんはあれですよね。はい、えっと岐阜で、えー、サロンを経営されていらっしゃる。うん。はい、そうです。はい。あ、そうですか。あのどんな感じのサロンさんなんですか。えっと岐阜県の岐阜市って言いまあちょっと田舎のところでサロンをさせていただいてるんですけれども、えっ、ー、と水槽 ドクタースイースを使わせていただいててそれで体の中もクリアにしてから、えっと、施術をしていくっていう健康と美容メインのサロンになってますああなるほどはい、えー、ちなみにサロンっていうのはあのどんなというかエステとかそんな感じですかそうですねエステもいたしますしフェイシャルの方もいたしますし、まあ、マッサージの方 が結構メインで、えっ、ー、とまあリンパドレナージュとかまあ血流とかを流していくっていうその前のえっ、ー、とお体のお手入れっていう風でうドクター水素を使わせていただいてます。へえ。あのお客さんに一旦吸わせてから施術をするっていう。うん、はい。そうですね。あのそうです、ね、よく生体の先生方もよくおっしゃるんですけど。うん、はい。う、え、ん、ー。 施術の前に水素を吸わせるともう指の入り全然違うっていうんですよね。そうですすねねそんな感じですよさっきちょっとお話ししてた時に教えてくださったんですけどあのなんか足湯もやられるって言ってましたね。 そうです普通に足湯の水槽バーという形で、足湯と水槽一緒にさせていただくんですけども、代謝が上がるので、体温も上げていただいたところで、ちょっと足のマッサージをあの、まあ、絞り込むような感じで、お客様の足を触らせていただくと、やっぱ体内のやっぱ悪いものが入っている、詰まっている方は、お水がやっぱ濁ってくるんですね。 そ<あ>そういうのを足いういのです,かそうですあの水が濁ってくるので水素を吸うことによってやっぱ体内からの悪いものが出てるっていうのがあの体感としてもなんですけどなの視覚からもやっぱりあのすごくわかりやすくてやっぱりご病気されてる方とかは多いなっていうのは、えー、経験上思っております。あのー…あれですよね。 かかつてもうかなり流行ったんですけどねあの、はい、足湯のお湯ためてるところに何か電子がビャッと出ると、はい、足,足の裏ってあの足の裏とか手のひらってあの、えー、電気的なな膜がないんですよだから簡単にザーッと入っていくので、えー、そういう意味ではデトックスにはすごくこう有効ということで,ですなんかね本当にあに僕もあの違う形のものをやったことあるんですけど。えー 焼肉みたいないな匂がすするんですよ <laughs> <laughs> だから私,私が焼肉食ってるからなんだと思うんですけど <laughs> これねお水がみるみる茶色くなってね <laughs> えマジで <laughs> こんなもんが自分の体の中にあるのかって思うぐらい抹茶色になっておえーってなったことがあるんですけど <laughs> <ー>だいぶクリアになられたんですねそこの時にこうだいいぶそういうものが出て <laughs> <ん>で。 まあ水素は普通に吸っていただいてもあの例えば朝の時間帯に吸ってもらうと、はい、そのデトックスになるのはもう分かってるんですね、はい、うんだから毒素なんかを尿と一緒に出しちゃうっていうのはよくあるんですけどへえ、はい、水素吸いながら足湯やるっていうのはこれ初めてのケースですこれちょっとでもやばそうですね効果が。 とかに、やっぱご病気がある方は、やっぱ白くすごくアクが出るとか、濁るんですねこれ、薬が出てるんですかね、えー、ね、やっぱそういう、か口から摂取する食べ物とか、やっぱお薬からとかも、やっぱり、体から出てくるものが、やっぱり痛風の方とか、やっぱそうですね、血液系なので、糖尿病の方 夫婦の方とかですね。やっぱ何かご病気あのありますか。だいたいその辺に当てはまって来られる方、予備軍の方とかは多い。多いです。え、やってみたいですね。ね<え>。やって,ていただ <laughs> 今度やりながら放送してみますかね。<laughs> 怖いけど。<laughs> <laughs> 本当に足裏をマッサージとかツボを流すだけでもだっと出るので、さっき北条社長おっしゃったみたいにやっぱ効果がある。 と思ってますなるほど、はい、じゃあ,あの、うん、このドクター水素を吸いながら足湯をやってってことですよねそしたら割と老廃物が出てくるというそう,、うん、そうですねはいえ怖いけどちょっと本当にやってみたいですね、えー、そうなんですそのメニューも単品であるんですけどそれから施術の方に移っていくっていう大体その流れで、まあ、外側と内側から健康 と美容にアプローチっていうふうでかなりご好評いただいてますええあの、えー、と岐阜岐阜市っていう岐阜の駅のそばってことなんですか岐阜駅の方はまあ都会なんですけどそこから20分ぐらい離れるあの電車乗っててもすごいのどかな感じになってきますよね。<laughs> サローメンもナノって言うんですけど、ミクロっていう意味で、水素とか遺伝子にかけるっていうのにちなんで、<お>細胞レベルっていうところ、ナノっていうか、あのーローマ字でナノっていうふうにさせていただいてます、はい、なるほど、分かりました。では、一旦 CM の後まだまだですね、えー、加藤さんのお話聞いていきたいと思いますそれででは一旦です。はい 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211はいうそ、えー、のような本当の話でございます。 本日は北条さん、えー、いつものレギュラーですね。北条さんと、そしてゲストに加藤さん、これ岐阜県の。えっ、ー、と、サロンをやっている方。来てくれてます。あ、お電話でつないでおります。加藤さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、えっ、ー、と、シー前はね、この足湯。をやりながら、ドクタースイッソをやると。 やっぱり体温も上がって代謝もさらに良くなるっていう話でしたが、はい。そこから施術になるということですよね。そうですね。これそのドクター水素ボトルを吸うま吸わないで施術したはいものと、はい、その吸ってから施術したやつってなんか違いありますか？ やっぱり体温の、やっぱ代謝が上がってくるので、体温がやっぱ少し違うし、特にこの間、冬場なんかは、やっぱり絶対吸っていただいたほうが、お客、うん、様もあの体感的にもポカポカしてらっしゃいますし、まあ、あの体の中心がじわーっとあったかくなるような体感は、やっぱり敏感な方は15分ぐらい吸われただけでもありますね。えー、体、やっぱり軽くなったような。はい ちなみに、お客さんの声として、そういったなんか、いくつかあります、そういう、こうなったよみたいな。ああの反応っていうのが、やっぱあの頭の方の血流も回ってくるので、ちょっと頭がぽわんぽわんっていうか、ふらふらするっていう、ね、ふわった感じ私も自分で体感があるのでよくわかるんですけども、やっぱ血流が回ってるので、いいことだなっていう体感はあります。 あのドクター水素とさらにこのエステ施術によってよりこうそうですね水素吸っただけでもやっぱり頭がポワンポワンするというか、うん、あの、うん暖かくなってる感じがっていうのは結構マッサージ抜きにしてもやっぱありますね。ははあ、なるほど。であのー まあこのドクター水素ボトルを使ったきっかけというか、そういったのもお聞きしてよろしいですすかそうです、ね、私も自分自身、もともと美容の方だけのサロンをさせてもらってたんですけど、やっぱり40代に差し掛かって、やっぱ健康が大事だなっていう、やっぱ体の内側から治したいなっていうことがあって、はい、何かまあ人のお役に立てないかっていうところで考えたところ、マッサージと。 何かって考えたときに、ちょうどあのドクター・スイソンのお話のご縁をいただきまして、自分も体験をいただいたところ、やっぱりすごく体も軽くなって、そしてまあお肌にも美容にもいいということで、これはあのすごいと思って、私のまあ子供とか家族とか、親とか、サロン以外にももちろんプライベートでも使わせていただいているっていうのは聞いかけになりました。へ 加藤さん自身とかあるいは周りの人のそういったなんか体験はいこうなったけどみたいな嘘だろうみたいなことってありますか私もちょっと半信半疑でうちのうそなんか <laughs> あのんよく咳き込むと長いというかもともと持っててあの一応 気管支もちょっと広げれるとか楽になるっていう,うのはちょっと認識してたので、まあ、ちょっと子供ならで10分ぐらい吸ってもらったら、まあ、ちょっと緩和したりとかあり<ー>やっぱ、あのー、家族の方でも糖尿の人もいるので母とかは吸ってもらってちょっと体が楽になったりとかち、うん、も体温が上がったりとか結構体温が上がるとかそういう感じで体感っていうふうには。 あの人それぞれ出方が違うんだなっていうのは思いましたね。うん、これ不思議ですよね。えー、不思議ですね。まああのねラジオにもあの南大東島と沖縄の島があるんですけどね。そこの島に住まわれている大城さんっていう方に出ていただいたことがあるんですが、はい、その方はねえっ、ー、とラジオ出た当時はえっ、ー、とその水素吸ってまだ四ヶ月目とかだったんですが。 1日4時間吸って 3,、えー、と3ヶ月経ったところで病院の先生からもうインスリン打たなくていいですよって言われたんですよ。はい、それでその喜びをこうラジオで語っていただいたんですが <laughs> 続編がありましてね <laughs> その後に、まあ、またちょっと今度出てもらおうと思ってるんですが半年経ったところで「お母さんその後どうですか?」って聞いたら、うん、いや、はい、もう あの血糖糖値値が正常値になっていてすい尿だから本人からねぜひその喜びを語ってもらおうと思って「ででで食生活はどんなですか?<ー>」ってったら「もうねケーキだろうがラーメンだろうがカレーだろうが何でも好きなもの好きなだけ食べてます」っておっしゃって,て<ー><ー>食事制限一切なしで脱出できちゃったんですよ。すすごいですね<ー>でね 先ほどの,その気管支というお話で言いますとねこの前出ていただきましたけども通箱、うん、さんという方のお嬢さんが7年にわたって肺なのか喘息なのか全く原因不明のなんていうかな呼吸器系のトラブルでうん、うん、学校にねそのお嬢さんが全然通えなくて1年間でサムネチしか通えなかったんですが、うん、吸っていただいてから。 どどんどん良くなって2週間後からはもう一日も学校に休まずに帰るようになって、えー、元気になって<ー>でで先日も運動会をねあの娘が校庭を半周する姿を初めて見ましたって言ってね泣き本当に泣きながらお話しされてましたけど、えー、そんなことも起こったりするんであのまあんでそんなことになるかって言ったらその水素はあの。 酸素をつかむ力が増えてくることが、はい、埼玉医科大学の調べで分かってましてねですからあのヘモグロビンが活発に働いてくれて、うん、酸素をつかむので呼吸が楽になるってことはもう分かっているので、うんまあ、そういうことがつ、ま、あの特に、ね、うまく働いて、うん、そういうことが起こったんじゃないかなと思いますけどね。なるほど加藤さんはリンパもマッサージとかもやってるということですよね そうですすね、はい、いいさせててただいてますなんかもう水素とこのドクター水素ボトルとリンパですごい何、はい、て言うのかな最強感があるんですけどそうです <laughs> どうですか加藤さん。そた方がいいかなって方は寝ながらカニラであの吸っていただいてちょっと体調を見ながら、うん、あの必要性のある方にはあのたっぷり吸い込んでいただきながらドレナージュっていう風にさせていただいて。 出ま水素を吸うと鼻の粘膜に水素が触れた時に体中の血流がバーッと良くなっていくようなんですけども、はい、その結局血流が動くということはあのリンパって血管に沿って流れてますからね血液がしっかり動くとリンパも自動的に動くってことになるんで、うん、多分施術のお手伝いになってるんだと思うんです。 そう,そう思ってお客様がやっぱ求められていることだと本当に思うんです、世の中っていうかその周りを見ててもやっぱり健康っていうのはお客様が求めていることなので、必要だなと思ってます。なるほど。すごいですね、本当に、あのー、僕も岐阜まで行って受けてみたいなっていうね。ぜ、うん、ぜひぜひ <laughs> 本当に いい,いいとここでですすよねいいとこですとってもあの,のどかであの岐阜のね、はい、病院の先生にもあの実は導入していただいている病院ある,<ー>あるんですよ私だからね<ー>結構電車であの山の中まで入っててで,<ー>でもねその駅降りたらバーって広がっていて <laughs>、はい、それで結構きれいな大きな病院さんで<ー>あの実際に先生がまず。 水素吸っっった瞬間にこれすごいねってなで血流見てもらったら血流わーって動くの見て、うん、いやここまで来ちゃうと僕たちの仕事なくなっちゃうんだけどっておっしゃったのがもうすごく印象的で、えー、あの行きましたよ本当に、うん、岐阜の素晴らしいですね、はい、うん、うん、なるほど分かりましたじゃあ CM の後まだまだお話を伺っていきます一旦 CM でーす 頑張るあなたを応援するドクター水素ボトル体の中から若返るドクター水素ボトルが沖縄に WOOEAST 株式会社電話番号0335272211はい、そのような本当の話でございます。えー、本日も 北条さんと東京からですよね北条さんとそして今日は岐阜で岐阜の、えー、加藤さんとお電話でつないでいろいろとあのドクター・水素の話も聞いているんですが、えー、ではもうあのちょっとお時間もね少なくなってくるのでその前に、えー、加藤さんのお店どんなお店かちょっと詳細教えていただいていいですか はい、ありがとうございます。えっと、個室の完全プライベートサロンになっております。<ー>老若男女問わず、まあ健康とか美容に興味のある方のお体をきれいにするお手伝いをさせていただいています。で、先ほどもちょっとお伝えさせていただいた通り、水槽同士しながらリンパドレナージュ、オイルエステ、フェイシャルっていうメニューで、まあ項目分けてやっております。岐阜県の そうですね、田舎の岐阜県岐阜市柳津町というところでやってるんですけれどもあの、トータルビューティーサロンなので検索していただくとあの、Yahoo、Google 出てくるかと思いますので、うん、ぜひご興味ある方は、はい、初回も安くさせていただいてますので、ぜひぜひよろしくお願い申し上げます。よ、はい、よろししくくお願いいいます,います私も全国回っていて、うんあの どっかで吸えるとこないんですかとかね。はははでそれをやってるサロンさんないですかって言われるんで、うんうん、もうぜひナノさんあの岐阜、はい、ね名古屋岐阜方面で吸いたいっていう方がいらっしゃたらご紹介したいと思います。ありがとうございます。なかなかないですよねサロンで水素が吸えるっていうのはないと思ってう。 ねはい、最近、ね、いろんな取り組みが増えてはきてますが、こうやって、ね、あのしっかりとした施術とともにっていうことになるとすすごくいいいと思いま水素バーとかの価格とかよりも本当に、まあ、田舎なのでっていうこともあってお安いと思うんです、都会でやられてたといろいろかは。なので、そういうところも田舎ならではの,あの,あのアットホームな魅力かなと思ってます。うん、あのお客さんは、うん あれですかやっぱ若い方もいるし、えーと、高齢の方もいるっていう感じですかそうですね、若い方はあの、お客さんのお子さんって、本当に難病を患ってる方ですかね、本当に。<ー>とかもいらっしゃいましたし、今、本当、薬とか。 頼らなくてもいいようにもなったりとか、さ、えー、せてもらったりとか、あとはご高齢の方だと九十代の方とか。まあ、本当喘息持ってたりとか、そういう方もいらっしゃって。まあ、施術内容もさまざま、あのお客様によって変えさせてもらってるんですけども。うん、あの、効果はあるのかなって、やっぱきちんとメンテナンスに来られる方は。あの、ちゃんと変わっていくんだなっていうのを、私も見てて嬉しく思ってます。うーんすごいな。うんすごいです。本当に、あの。 いらっしゃることがやっぱすごいことなんだなって、やっぱ改めて思うので。やっぱ人の力っていうのは、すごいなって思いますね。うん、なるほどですね。うんうん、ええー、やっぱりこの、なんていうんですかね、若い人。にも、この、割とやっぱ血流良くなるし、で、いろんな、この。なんていうのかな、いろんな。体験がある。そうですね。あの。そうですね。 例えば全然違う。あと何分ぐらいありますか？2分ありますか？じゃ、あもうそんな長く話せないんですけどね。<laughs> あの、はい、サッカーチームで頂点を目指すチームにこの前吸わせたんですよ。はい、ホームアンドウェイで2試合だったんですが、はい、1>, 1試合目水素吸わないで戦って負け。僕、うん、ボ,ボコスコに負けちゃったんですよ。その後にあの業務用をみんなで吸わせて試合させたところ。はいはいうん 変わってしまったんですね。えー、いや、僕もですね。実はその体験あってですね。えー、今度またゆっくり話したいんですが、はい、素晴らしいですね。さあ、えーまあ、加藤さんも残り1分となりましたが、なんかリスナーさんに伝えたいこととかありますか？伝えたいことはたくさん話させてもらったんですけど、あのまた効果とかもしあら あればまたちょっとラジオの方を気にして YouTube とかでも拝見させてもらいますのでまたあの興味があるなと思いました今後もはい、はい、いいですねす加藤さんねあの沖縄の海めちゃくちゃ綺麗なんでぜひ沖縄にも遊びに来てください行きたいです、ね、海も空も綺麗です、はい、そうですよねいすはいぜひ、えー、こちらにいらしていただければと思います。 さあ、うす、はいえー、のような本当のはお時間となってまいりました。ぜひ皆さんもこれを聞いてですね、気になった方は、FM ノのンまでお電話ください。098-943-0094。また、メールでも OK です。メールアドレスが 797-FM 犬の案 .com, com。それでは、えー、皆さん、また来週あた、はい。ありがとうございました。ね、ありがとうございました。さようなら。